チャーチル、チャーチル、A、チャーチルは、カナダのマニトバ州北部にある都市。人口923人、2006年。ハドソン湾に面し、チャーチル側の河口に位置する。植生の面からは、南のタイガ林と北西のツンドラとの線に地帯に位置している。ワプスク国立公園は、チャーチルのすぐ南にある。チャーチルは、 秋に内陸部から海岸へと移動する多くの北極熊、白熊が周辺で見られることで非常に有名であり、そのことから北極熊の首都というニックネームを持つ。これにより観光産業が成長している。別のニックネームには白イルカの首都がある。この地域では古くから多様な種類の民族が狩猟生活を行っていた。 現在のイヌイヌットの祖先がこの地にたどり着いたのは西暦千年頃である。1619年にはデンマークの探検隊がヨーロッパ人として初めてこの地を訪れている。彼らはこの地で冬を越したが生き延びてデンマークに帰り着いたのは64人中3人という過酷なものであった。1717 17年にはハドソン湾会社が最初の永住集落となる。 公益市場をチャーチル側の数マイル上流に建設した。その市場と川は1600年代後半にハドソン湾会社の総督を務め、ウィンストン・チャーチルの祖先にあたるマールバラコをジョン・チャーチルにちなみ名付けられた。1900年代になり、カナダで唯一の北極海につながる主要な港がこの地に建設された。また1929年には、 ウィニペグと鉄道で結ばれた。チャーチルは極地研究に加えエコツーリズムで有名である。10月から11月上旬にかけては北極グマを見るのに適した時期である。この時期には普段は単独行動することの多い北極グマが数百頭も集まってくるからだ。これは彼らの主要な餌であるワモンアザラシを狩るために海岸で ハドソン湾の海水が凍るのを待っているのだと言われている。北極グマがこの場所で氷結を待つのはチャーチル川は比較的規模が大きいため川口付近では海水が希釈され寒冷な気候のハドソン湾に注いでいるためこの付近の海には流氷が発生しやすいことを北極グマが知っているためだと言われている。なお期間が11月上旬までとなっているのは 集まってきた北極グマは海が凍ると間もなく移動していってしまうためである。観光客はツンドラバギーとして知られる専用車から安全に北極グマを観察することができる。ただし生態系の破壊を防ぐためにはバギーは専用道のみを走行する必要がある。また7月から8月にかけて数千頭の白イルカがチャーチル川の川口付近で見られる。その他に 5月から8月にかけては、渡り鳥が見られる。さらに、生き物以外では、冬にはオーロラが観測されやすい。これは、ここが高緯度に位置しているため、そもそもオーロラが観測されやすく、その上、ここは、冬でも極夜にこそならないものの、緯度が高いため陶器は、昼が短いため、よりオーロラを観測しやすいためである。これらが、観光客を引きつけている。 2006年の国勢調査では、チャーチルの総人口のうち56.41%が先住民族だった。そのうち最も多かったのがチペワヤン及びスワンピークリーの33.85%で、次にベティが16.41%、イヌイットも5.64%いた。この地域の男たちは、今も多くが狩猟や釣りで生活を送っている。英語が主要言語だが、 クリー語を喋る住民もいる。街には、公共図書館、病院、地区医療センター、託児所、スイミングプール、アイスホッケー場、カーリング場、ジム、バスケットボール場、屋内遊戯場、映画館、カフェなど、近代的な施設は一通り揃っている。近郊には、地元のカトリック教会の教区によって運営される、エスキモ博物館があり、 イヌイットが描いた絵を850点以上、常設展示している。また、イニシエから現代にかけての石、骨、牙の彫刻や、考古学の発掘物、野生生物の標本も展示されている。パークスカナダビジターセンターにも、このような重要な品が展示されていて、この地域一体の自然と人々の歴史を解説するのに用いられている。1980年代後半。 地元自治体とパークスカナダは人慣れさせた北極熊に教育を施すことに成功した。チャーチルには地域健康を恐ティという近代的な医療施設があり、約100人は働いている。44のベッドが備え付けてあり、チャーチルとヌナブト順州キバリック地域の住民に健康診断や歯の量を施している。町の 23km 東には比例医の研究。 および教育を行う北部研究センターがあり、仕事場、食事、レンタル機器、様々な研究課題に対しての物的支援を行っている。チャーチル港は4隻のパナマックスサイズの貨物船を受け入れることが可能であり、ここから穀物やその他のバラ積み貨物が主としてヨーロッパへ向けて出荷されている。しかし、冬は海が凍結してしまうため、 7月から11月上旬までの期間しか使用できない。チャーチル港とカナダ国内の産地はハドソン湾鉄道により結ばれている。また乗客用路線はビア鉄道によりウィニペグと結ばれている。さらに、コームウェアによる航空便がチャーチル空港とウィニペグ及びヌナブト巡州内のチャーチルより北方の空港の間で運行されいる。なお、 多都市からチャーチルへ通じる道路はない。冬の寒さは、非常に厳しい大陸性気候で、1月の平均気温は低く、摂氏26度と、同位度に位置する地域に比べても、かなり低くなっており、1月の平均最高気温は低く、摂氏21.9度にしかならない。一方、夏の気温はかなり上がり、真夏日になることもある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。